よっ、YouTube どうもなきです。さて、今日もヘアスタイル解説をやらせていただこうと思います。よし、で、今日はですね、これやったかな、佐藤しおりちゃんですね、モデルの佐藤しおりちゃんのヘアスタイルをまたいくつかやらせていただこうかなと思います。前来てやったら申し訳ないです。これもちょっと いただいたんで、ちょっと全部見えてないので、僕前のがあれなんですけど、まずこの時のヘアスタイル、まあボブです。僕、まあ、ショートなんですけど、あの作りはボブです、耳にかかるような長さ、もうこの顎ライン、耳のこの耳タブとこの顎から顎に入っているこのラインの間ぐらい、ちょうど間ぐらいかなのラインのボブだと思ってください。ボブでまっすぐこう切って、で後ろ例えばちょっと襟足が短く刈り上げなきゃいけないんですよねって言ったら、ちょっと甘めにちょっと刈り上げてもいいと思います。少し甘めに、でけどギリギリボブラインで切って、で前髪も結構重めに取ってます。この時は結構奥から取ってるじゃないですか。なので幅広、多分黒目の端ぐらいから取って、結構奥行きは、まあ頭のバランスによる、自分のこう頭のてっぺんがどこにあるか、どっちにこうどこにこう髪の毛が落ちるかによるんですけど、基本的に佐藤しおりちゃんの場合は奥から取ってます。だから ここは高いんだと思います。しっかりとこう保って綺麗な感じの形になってると思いますけど、もし高くなければあんまりこう奥から取りすぎない、奥から取りすぎちゃうと横にこうね、ここで作ったのにどうしても髪の癖が横になっちゃうと、この辺で短い毛が出ちゃうとかなっちゃうので、その辺は、前髪のバランスは気をつけてあげた方がいいかな。で、まあ目、眉毛削る、眉毛下ぐらいでギリギリ切るんですけど、まあこれに関してはキュッと詰まって着やすいので、まあしっかりって言ったらおかしいけども、ちょっと外れると越野純子さんみたいな感じと似てるんですよ。まあ越野さんの場合はもっと広く撮ったりとかしてるんであれですけど、まあそれのちょっと長いバージョンみたいな感じだと思います。あと、まあカラーしたりとか雰囲気出したりとか、ちょっと変わったりとかすると思うんですけど、この特徴としてはこう面長だったりとかする人には結構バチッて決まるんですよ。正直ここにボコッて横に重さが残ってこうグッと詰まってるような感じなので、丸顔の人でもいいですけど、卵型とか面長だったりとかの人の方が本当にね、この髪型に関してはバチコンって合うんですよ。本当に結構特徴のある髪型なので、そういう人はぜひやっていいんじゃないかなっていうふうには僕は思います。まあ、ただね、こう短くするのがちょっと怖いっていう人は、まあ顎ラインとかのボブで普通に切ってもらってもいいですし、唇ラインとかまでちょっと長めに残してもいいですけど、まあね、ここの 1,2 センチの差なんで、まあ 1,2 センチの差でもだいぶ変わってくるので、その辺はちょっとビューさんと相談しながら見てもらえればいいかなとは思います。最近こう長いね、長いっていうかちょっとボブっぽい、本当にそれが伸びてきてワンレングスのボブラインで、これも本当にワンレングスです。この時は前髪も奥からは取ってないですね。顎ラインと唇の間のラインで切って、パッツンとパッツンボブです。本当にパッツンボブで切って、でね、こうちょっと耳かけた時っていうかね、こう内に入るためにパーマすればいいんですかとかなるんですけど、パーマ、まあ、毛先パーマしたら少し入るんですけど、この自然なカールってもう元々の髪質だったりとか、もうストレートアイロンとかでキュッと元々入れてあげて、それを耳にかけてあげて収まるっていう程度なので、要するにパーマかけてくださいこういう風にしてくださいとかではないです。元々の持ってるものだと思ってください。で、癖が強かったりとかするんだったらストレートパーマとかしないといけないし、毛先のまっすぐ感が大変だっていう人はそこでちょっと毛先をカールできるような感じにしてあげないといけないと思います、僕は。まあ、前髪も結構ね、幅広いですね。黒目、やっぱり黒目の端とかから取ってるのかな。で、奥行きは多分 2,3 センチぐらいで取って分けて自然に眉ラインで切ってます。この眉ラインはあんま変わんないのかな、サツの場合は。結構広く取って、多分目尻ちょっと幅広くまで見えるような感じにはしてると思うんですけど、ここは、これぐらい広く撮っても全然僕はいいと思いますけど、よくなんかこう顔を隠したいからって言って、結構このギリギリまで前髪ギリギリぐらいまでしてとか、でここに持ってくる髪の毛を多くしたいですって言って、それって別に
あの顔をちっちゃくする効果でも何でもないんです、正直、うん、そこで効果を出すって言っても結局耳かけたりとかすると出ちゃうし、それだったらこのボブの例えばバランスとかで変えてあげた方が よりあの顔のバランスとかを変えやすかったりとか、あの視覚のね、目の視覚、外から見出したその視覚が変わってきたりとかするので、その辺はちょっと、うん、ギリギリまでしなんかちょっとこう暗いイメージになるよりも広く見せて、ここの段の長さとかで変えてあげればいいかなと思います。でこの時なんかは長めに残してますね。この時鎖骨よりも上、肩ちょっとつくぐらいの長さのワンレングスベース、段もほとんどもう本当にちょっ と多分上の部分、鉢植えの部分の角を本当に1センチ2センチぐらいの角取りぐらいな感じで取るだけです。であとはもうまっすぐストレートバーム、うん、それとこれね、多分ね、髪質から言って多分ストレートアイロンをちょっと入れてます。これ2枚目の写真の髪質のバランスから言っても、多分3枚目のこの写真の質感じゃないと思うので、多分ストレートアイロンを低温とかでサッと入れて、うん、で耳にかけてるっていうような感じなので、うん、まあこの特徴としてはこう肩につくつかないのところ長くなっているので、こういうもともとさらっとした髪質、量が少なかったりとか柔らかい髪質でさらっとしやすい人は似合いやすいと思います。硬い人とかやるとこの辺から結構跳ねたりとかピンピンしちゃったりとかして結構難しくなったりとかはするので、そういう人はちょっともうちょっと長めだったりとか、もう短く切っちゃうとかでバランスを取ってあげないと難しいのかなとは思います、うん、前髪は同じです、うん、同じバランスで取って、まあ、ちょっと薄く、まあ、シースルーっていうよりかは、なんだろう、ちょっとオイルとかでちょっとばらけさせてるっていうような感じですよね。こうおでこが広くてちょっと艶っぽい、こうなんだろう、お肌の感じとかが似合いやすいような感じの人とかだったら似合いやすいかなと思いますけど、なんかオイル、髪の毛、前髪とかにピンピンピンつけてなんかツルツルになりすぎちゃっても普段使いだと、難しいのかな、ここだけっていうのは。それだったらもう全体的に例えばアイロンとかして、もう全体的にこうオイルとかツヤとかでこうセットした方が雰囲気は作りやすかったりとかするとは思います。まあカット自体は難しくないです。本当にここのラインで切ってあげるだけなので、基本的に黒髪でも茶髪でもいけますね。でこの髪はさっきの2枚目ぐらいの写真の長さに対しての、まあ、パーマ、緩いパーマをかけてもらってセットするか、ちょっとストレートアイロンとかでうねうね、短いちっちゃいストレートアイロンとかでうねうねしてあげるかとかでいいと思いますけど、パーマかける時も、もともとはちょっと緩く、もう段もほとんどついてないんで、この下からぐるぐる巻いちゃうと結構広がっちゃうので、もうほんと鉢下に関してはもう本当に毛先ちょろってかかるぐらいでいいと思いますよ、で上の方は、まあ、根元外して中間ぐらいからちょっと緩くパーマをかけてもらって、もう手でほぐして、例えばムースとかつけてもう自然乾燥して乾いてきてちょっと動きが出てるかなぐらいでいいです。この耳かけた時にこうするとここの辺のパーマがこっちよりもちょっと強い感じに見えるんですけど、どういうバランスなんですかってなっちゃうけど、それに関してはただ耳にかけてここの横にある髪の毛が耳にかかってきたからこう量が多くて広がってボリュームが多いように見えるだけなので、まあパーマ、僕は普段ストレートアイロンでやった方が僕はこれはいいと思いますけど、まあ、パーマでも似てる雰囲気は出せます。全く同じになるかっていうと髪質とかもあるので何とも言えないですけど、まあこれ丸顔でも卵型でも似合いやすいかなとは思います、僕は。前髪がね、こうやっぱ前髪はもうこういうパーマするときは作ってあげた方がいいですね。前髪作ってないと、前髪の部分パーマかけるってこの辺にこうくしゃ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 パーマが残ってもう重くなりすぎちゃうんですよ。なのでこういう時は薄くてもいいんで前髪を作ってこう横に出てくるこのほっぺの部分に出てくる髪の毛を少しでも少なくしてあげた方が作りやすいです、まあ、美容師としても作りやすいですしバランスも取れやすいっていうのがあるので、まあ、そこは自分と髪質とバランスと合わせてもらえればいいのかなとは思います。まあ、短い時、最後短い時、これすごい短い時ですけど、これは
本当に出てきた当時はこのぐらい短かったのかなと思います。これは本当に女性の、まあ、ベリーショートっていうかショートベリーショートですね、うん、短いですけど、まあ、耳周りから耳からねこうもみ上げる部分がちょっと前下がりっぽく切って、で後ろはボンの方もちょっと刈り上げっていうか短く切って、刈り上げまでいかないけど短く切って本当に上に残して段をつけて、まあこれって本当にカット自体は難しくないんですよ。カット自体は難しくないんですけど、やっぱ上に残ってくるだけとか、もうこの辺が全部ない、短いっていうので、もう本当シンプルに、バッチリ似合う人だったらもう本当に顔小さかったりとか身長高かったりとか、本当に最後佐藤しるちゃんみたいなバランスの持ち主の人の方が似合いやすいです。富永愛さんとかね、バランスのいい人とか。うん。でも別に、なんだろう。身長が低かろうがなんだろうが別に似合う人は似合うというか好きな人は好きなので、そういう人の場合は例えば身長低い人の場合はちょっと高さを出して段をちょっと多めにつけてね、ちょっと高さを出して動きを出してあげるとか、あとトップの部分だけちょっと段をつけてちょっとパーマとかをかけてちょっと動きがあるようなちょっと可愛らしい雰囲気に持ってったりとかっていうのもまあできる一つの手ではあります。でその場合はちょっと前髪をこれギリギリ眉毛ぐらいなんですけど、目の長さ、まあ目の高さ、目ギリギリかかるかかかんないかぐらいまで、まあメンズのマシみたいな感じの長さまで残してきて、パーマを全体的にちょっとかけてくしゃくしゃっとしてちょっと可愛らしい雰囲気に持っていく。ストレートアイランドがちょっとメンズライクになっちゃうので、今だとね、今の雰囲気というかバランス、今の若い子とかの特徴だと、なのでちょっとここパーマでこうカールのイメージとかを出してあげた方が女性らしさが出やすいかな。うん。トップだけダウンつけたりとかして、横の重さにもパーマをかけて、こう、ふわふわっと動きを出すような感じの方が、僕は、この髪型は、万人使いできやすいヘアスタイルになると思います。そこに関しては結構好みだったりとか、うん、まあね、ここまで短くするのが嫌だっていう人もいると思うんですけど、もし短くしたいっていう人は、うん、そういうバランスの取り方もあるので、ぜひ、やってみてください。バイバイ。